はいみな、えー、さんこんにちはレック専任講師の横溝ですさて今回はですね初めて学ぶ行政書士というようなタイトルでだいたい30分弱ですかねお話をさせていただきます最後までどうぞお付き合いくださいまあ、初めて学ぶ行政書士というタイトルですから対象になる方は これから行政書士試験受けようかなどうしようかなということでちょっとまだ迷ってるみたいな、ね、方であるとか、まあ、受けようかなとは思ったんだけれどもうん一体どういうようなあ資格なんだろうどういうような試験なんだろうというところがまだいまいちよくわからないという方ですねそういう方向けのお話だと思ってください。 でえー、と今回、ですねお手元のところで、えーまあ、もし用意があればあ見ていただければいいしなければ、まあ、画面上でまた見てもらっても構いませんが、まあ、こちら、あですねあの行政書士のパンフレットですかあの一応、2021年度試験向けのパンフレットというので今年はピンク。 なんですがこのピンクのパンフレットがですねお手元にあればぜひ開けてみていただけるといいかなと思いますあの全部使うわけではありませんが例えば、まあ、その中見ていくとですねあの行政書士ってどんな資格なんだろうなんていうことは実はその中に書いてあったりはするということなんですね、まあ、例えばこのパンフレットのところの六ページから七ページにかけてなんですが 許認可業務出入国管理業務消費者業務というようなところについての第一人者である先生方にコメントをいただいているページがあったりもします。 まあ、まさに新型コロナウイルスのことなども書かれていますけれどもさまざ、あ、まな行政を相手とするような申請であるとか手続きであるとかそういったものがまたコロナウイルス対策でたくさん存在しているのは事実ですからそういったものを行政書士が間に立ってサポートしていくとやっぱりなかなかねこう申請業務とかなんとかっていうのはうん特別なあの定額給付金の手続き一つとっても やっなんかちょっと敷居が高いなとかめんどくさいなとか書類の書き方が難しいなとかまあいろんなことを感じる方はいるわけで、まあ、そういう方をやはり専門知識を持ってきちんとサポートしていくっていうのは、まあ、大事な業務にこれからますますなっていくのだろうなとは思います。まあ,あのその他一般的な業務ということで言うのであればですね、そうですねこのパンフレットのところの、うん、９ページ。 ですかあそちらを開けていただきますと、まあ、こんな感じで、えー、それぞれの業務の説明が載っていたりはするんですがすべてのものを今ここで説明していたら時間があなくなってしまうのでそれはしませんけれどもただ例えばあここにですね建設業の許可申請であるとか まあ2番目には宅地建物取引業不動産屋さんですねえそこの免許申請であるとかまあ4番目に不営法の許可申請であるとかそれからさらにはこちらですか5番目で飲食店の営業許可申請であるとかまあそれぞれですねいろいろな役所に対して書類を出して申請をして そのお仕事を始めたいなら申請をしていかなければいけないものというのはたくさんあるわけですよ、それらの書類を代わりに作って代わりに提出していくというのはやっぱり行政書士業務の中でもとても大事なものです、許認可は世の中たくさんありますし。 えー、そこから始まる様々なサポートっていうものが、やはり専門知識を持って、えー、行われていくということはですね。まあ、多くの人たちにとって本当に喜ばれる業務の一つだろうとは思います。まあ、だいたい。こういう許認可業務やってる方は許認可業務だけを特化して、えー、その中でも特に自分が得意な分野っていうのがまあ、徐々に徐々にできていて、そこばっかり仕事が来てっていうようなケースがまあ、多いようですけれどもね。 それからもう一つ挙げられるとすれば、やはりこちらですかね、3番にある外国人の在留手続きといわれるものは、うんまあ、いわゆるです、ね、外国人の入管業務というふうに言っていくんですけれども、この入管業務のところは、行政書士が申請取り次ぎというような形で、手続きを取り行うことができますので、 これは合格して行政書士としてですね働き始めたら改めて研修を受けて この申請取り継行政書士と言われるような資格をさらに取るということが必要になりますまあ、そんなにあの難しいものではないようですけれどお一定の研修を受けて効果測定というようなテストを受けてそれで合格すればあその業務ができるということになるんでしょうまあ、外国人関係やってる方はまここを中心に例えばその外国の方がどういうお仕事に就きたいかによっては例えば飲食店の営業許可などが一緒にくっついてきたりとかね そういういことももあるのかもしれません、まあ、外国人の方でこれから日本で働きたいという人はまあなんだかんだ言いながら増えていくでしょうね今はコロナの問題もあるのでなかなか難しいかもしれませんがただこれが一段落するということになる日がいつだかわからないけど一段落するのであればそこからまた外国人関係の仕事というのはたくさん来るだろうし今現在いる方々に対するいろんなケアも必要になってくるでしょうから、まあ、その意味では こののの外国人の在留申請などの業務これもここだけ専門的にやっていて事務所をどんどん大きくしているような方も実は私のクラスの出身者にはいらっしゃるということなんですね。それとちょっとまた毛色が違うとすればですねあの民事企業法務と下に出てきますがまあ特に今はこの遺言書の作成であるとか 相続業務と言われるようなものはやはりこのあたりですね、えー、行政書士の方が専門でやっているケースは多いですね、まあ、遺産分割の協議書などを作成代理したりとか、まあ、相談に応じたりとか、まあ、作成するものを代理して代わりに作ってあげるという形で相続関係のところにいろいろと関わっていく。 ということは、まあ、やはり、えー、多くの行政書士の方がやられている業務の一つということになりますね許認可と両方やっている方はあまりいなくてやはり、えー、それぞれの分野で、えー、自分の知識を高めて極めていくというようなケースが多いかもしれません、まあ、あの本当に身近なところでこう法律問題をサポートするというのが行政書士だと思っていただければいいです紛争解決とかそこに行くと今度は弁護士さんの出番になりますし 不動産の登記がとかって話になると司法書士さんの話になりますし税金があっていうなら税理士さんの話になりますしどちらかというと行政書士はそこの入り口のところでまあその依頼者をいろんな専門家につないでいく役割を果たすというようなそんな窓口のところにあたるね専門職と考えていただいてもいいかもしれません。その分非常にやりがいもあれば 仕事もたくさんあるそういう専門的な資格であると思っていただくといいですね。あのちなみにこの行政書士自体は試験に合格するでしょ試験に合格したらすぐできるわけではないですその後登録という手続きを取らなければいけません登録して日本行政書士会連合会ってところの名簿に名前が載ると初めて行政書士として活動できるということになるんですねたまにあの試験合格してね。 え合格祝賀会とかで名刺を作らなきゃって名刺を作ってきて思わずまあ嬉しいんでしょうね嬉しいから行政書士なんて肩書きをつけて名刺を配ろうとする人がいるけれどそれはダメなんですよまだ登録してなかったら行政書士って名乗っちゃいけないの行政書士有資格者とか行政書士試験合格とかって書かないと本当はいけないっていうことになりますね。まあ、そののあたりりりかからやはははルルールをしっっ守守るべきものは守っていくって意識は やはり法律に関わる専門職である以上は意識しとかないといけないなというところではあるのでぜひそのようなこともちょっと頭の片隅に入れててておいいくださいさてこの行政書士なんですが行政書士試験年1回行われる行政書士試験に合格しないともちろん登録も何もまず出てきません。 ですから次はその行政書士試験というのが一体どういうものなのかという話をちょっとしていきましょうね、えー、パンフレットの12ページのところですパンフレットの12ページのところなんですが、はい、行政書士試験案内というようなものがそこに出てきております。ままずは細かいこととをを言う前ににですすね、えー、大体の流れを先おお話ししておきますと 出願から最終合格までの流れというのが出てるんですがだいたいあの5月の中旬にまずは試験の日程がおおよそ発表になります例えば2021年度の試験であればおそらく11月の14日の日曜日に行われるはずです2021年のね11月の第2日曜日なので11月の14日というのが 今回皆さんが行政士試験を受けるんであれば目指すべき試験日ということになるんですね。で11月14日の試験だよということなんだけれど、まあ、そ,のとちそ,のその年のさかのぼることですね大体7月の頭に本試験工事といって本試験の概要が正式に発表されます。で7月の下旬から およそ願書の出願がスタートするということになるんですね受験資格などはそこに書かれている通りです何も制限ありませんだから外国籍の方でも受けられます結構いらっしゃいますまあ、多いのはやはり韓国籍中国籍の方なんだけれどもまあ、今まで見てきた中ではそうですね イギリリス国国籍籍のの方方やアメリカ国籍の方もいいらっしゃいましゃまた結構外国籍の方実は受けている日本でずっと生活しているけど国籍は日本じゃないんですって方は、まあ、たくさんいらっしゃいますからそういった方で,です、ね、何か自分のね同じ国籍の人たちを助けてあげたいとか。 母国の人をもっと日本に呼んで日本でビジネスができるようにしてあげたいとかいろんなことを考えてその仲介役になろうと思って行政書士を取るって方は結構いらっしゃるということではあるんですね。そしてまあ今も言いましたように例年11月の第2日曜日ということで今年に関してはまあ今年というか2021年度の試験に関しては。 これはですね11月の14日ですか11月の14日というのがこれが本試験日ということになるんだという話なんですね。そして 出願方法ですけど、今はインターネットが多いかな、インターネットが多いですね、やはりインターネット出願、便利なもの、だからそちらで行く方が多いです、受験料の7000円というようなお話になっております、合格発表が1月なんですね、これは右のページの13ページのところにも出てきますけれど、合格発表は1月ということで、なかなか遅いんですよ、なかなか遅いということではあるんですけれど、 まあ、あのちょっと本試験のやり方でですねどうしてもそうならざるを得ないところがあるんだと思っていただくといいのかなってそんな話ですねあの。試験実施団体はこちらあ一般財団法人日本行政書士試験研究センターというところがあ試験実施団体になっております。一応国国家家試試験験とととといいううここでででででああるるんんすすすけれどがただあですね まあ国家試験ではあるんですがかつて都道府県単位で実施していたという名残があるのでまああの実際は各都道府県ごとに試験を実施しつつそれをこの一般財団法人の行政書士試験研究センターに試験業務を委任しているというそういうようなイメージになっているということなんですね。だから あの合格発表などは各都道府県のところの都庁とか県庁のところに紙が置かれてそこで発表になったりもちろんこの試験研究センターのホームページでも発表されるということなんだけれど、まあ、なんとなく都道府県実施だところの名残が少し残っているというのはあるんでしょうあの試験会場も各都道府県ごとに設定されます。 1, 1。会場から東京みたいにえ4。5回以かな。5。会場ぐらい置かれるところもあります。あの受けたい場所は出願の時に1つ選んで希望は出せますので、まあ、希望通りに早めに出願すれば大体行きます。 ちょっと遅くなると希望の会場が実はもう満員だから違うところに回されるとなるとこれはどこに回されるかはその出願した東京なら東京の会場のどこか違うところに飛ばされるってそういうことになるんだと思ってください。どこの都道府県で受けるかは自分が受けたい場所を選べますので愛知県に住んでいる人が東京で受けることも可能です。住所地でではなないいととうことなんですねそして 本試験自体はこちら、はい、11月の上旬のところで、えー、本試験が行われるだからあ11月の皆さんが受けるときはあ14日だということになるんだと思ってくださいそこで受けるんだよっていう話なんですね。 はい、そして、えー、と発表が1月だということです。まあ,あのご覧のとおり合格発表自体合格率などはですね、まあ、こんな感じです、えー。なんて言うんでしょうね。行政書士試験の場合、そうそう合格基準をお話ししないといけないんだけれど、その合格基準の設定の仕方でいわゆる絶対評価っていうような試験になっております。まあ、その結果ですね。 あまり、まあ、この合格率自体はそのある合格基準を超えられた人というイメージでしかないということになるんですね、まあ、そのあたりは今度は十二ページの下の方を見ていただくといいですが、えー、ここに円グラフが三つ上がっているんです要件丸三に行きますけれどこちらなんですけどねあの試験全体の満点三百点満点なんですで合格ラインは180点以上というので あの2014年だけ補正的措置と言って166点に下げ,下げているんですけれどそれ以外は全部180点以上ですですからあの180点以上の点数を取れば合格できるこれは問題の難易度関係ないです先ほどの合格率っていうのはその180点を超えた人の割合っていうそういうイメージで捉えていただければいいのかなということなんですね。 はいそして試験科目はどういうものがありますかと言いますと今度はちょっと上の方のこのクリーム色の表ですね、えー、そちらを見ていただくといいですが大きく分けると法令科目といわれるものとそれから一般知識科目といわれるものがあります。ですから法法科目のの方はこれが法律関係の 内容が出てくるものということなんだけれど法令科目のすべての科目はこちら五種択一式というマークシートの試験の中に出てきてますね、えー、基礎法学憲法行政法民法商法会社法というのが法令科目の全ラインナップということですただこの中で見るとわかるようにですねすごくよく出ているような分野とそうじゃない分野があったりはしますやはりあのメインになる 科目というのはあ行政法が19問出ているのでやっぱり行政法と次民法の9問この2つがメイン科目ということになるんでしょうね。 法令科目のこの五種択一式は、はい、2から4まで全部足すと40問あるんですよ40問中の28問がこの2つの科目で占められているだからまずメイン科目はこの2つだということですよねそれから、まあ、その他多種選択式とか記述式といわれるような出題形式でもですね出されているということなんですね。あの 多種選択式は、文章の穴埋めです。四つ空欄があって、そこに対して二十個の候補の語群が与えられて、そこから一個ずつ選ぶという。そういうタイプの問題です。でそれから、記述式は、自分で四十五字程度で書くんですあの。合格発表が遅いのは、この記述式の採点に時間がかかるという。そういう話ですね。まあ、直接あの、自分で書いて、それで答案に書いて出しますので、まあ、そうなると。 そりゃあね。 採点に時間はかかるでしょうね向こうも読んで採点しなきゃいけませんからあそこは面倒くさいねってことになって時間がかかるっていうのはあるんだと思いますね。それがあの試験が11月の14日に行われるのに互角発表は1月の終わりっていう翌年年をまたぐっていうのは、まあ、そういう理由でしょう全部がマークシートだったら多分12月ぐらいにはあっという間にもう発表できる状態であるはずなんですけれどあの採点があるんで答案の採点があるので時間かかるということで、まあ、そこはしょうがないね。 ちょっと待つしかないっていうそういう話ではあるんだと思います。それから法令科目以外にですね一般知識というのが出てきます。でこちらがご試作一マークシートの問題だけで七四三で全部で十四題出てくるということなんですよね。七四三で全部で十四題出てくるっていうそういうような話だったりはするわけですよ。 ね、ですのであの14問出てくるよというそういうような中で、まあ、政治経済社会が半分7問あとは個人情報保護法や情報通信の用語ですね、えー、例えば ARVR とか IoT とかそういったような用語です AI とかね。 そういうものも出てきたことがありますけれど、そういった用語などが問われる問題が4問文章理解国語の問題が3問です。で、この一般知識なんですけれど、14題あるでしょで、ここがですね。要件の丸2。というこの円グラフを見ていただくといいんですが。この一般知識がはい。えっ、ー、と24点以上、母子択一の問題は1問が4点です。ですから24点以上を取るためには。 6問以上正解してないといとけませんつまり14問のうちの6問以上正解しているということが基準点といってですねまずそこを満たしてないと満たしていないと行政書士試験は不合格です。全部で300点満点です一般知識は14台あるから 14×4 で56点分あります。 引き算すれば244点というののが法令科目全体の得点点です点満点だったら180点以上取ることは法令科目だけでも可能ですでもそれでは受からない一般知識で5問以下の正解だったら受からないです。誤詞択一のところは多子選択もそうだけど本試験当日にはレックで回答速報を出します。 まあそれで自己採点できちゃいますからその段階であらってことになってしまうんですねですので一般知識のこの基準点というものの存在は忘れてはいけません法令科目だけ一職目勉強すればいいってそういう問題じゃないです一般知識のところもちゃんとやらないとダメだよというのはまた別のタイトルでですねまあ、合格戦略3つの合格戦略っていうタイトルのガイダンスがありますのでそちらぜひご覧になっていただくといいだろうということなんですね まあ、とにかく合格基準として一般知識でちゃんと6問以上正解しつつトータルで180点以上取っているということがきちんとクリアできていればそれで合格が決まるという話になるんだと思ってください。 はい。これをやるためのレックの講座にどんなものがあるか、そんな話を最後に、えー、しておきますけれど、まあ、行政書士としてですね、試験を受けていただいて、まあ、その上で、えーまあ、試験を受けて合格してもらって、登録してもらって、行政書士として働くとかっていうことを夢見て、まずは試験に合格しなきゃというところから、まあ、当然スタートしていくわけなんですけれど、まあ、範囲が広いですね、 初めて勉強するということになるとなかなか大変だなっていうようなイメージも持つかもしれません。まあ、あの平均して学習期間も10ヶ月からもうちょっとというようなあ学習期間の準備期間を設定することが多いえそういう試験でもあるわけなんですが、はい、この行政書士試験に合格するためにレックが用意している選択肢は1個。 初めて受ける方であれば、もう一択です、こちらということになりますか、一択でこちらだというので、パンフレットの14ページですね、そちらを見てください、実践的なカリキュラムというので、パーフェクトコーススペシャルと SP というのが全87回、これによってですね、最新の法,体法改正にもきちんと対応した形で、講義を提供していくということになります。 まあ本当に初めて受ける方向けのカリキュラムなので。 例えば、初めて学ぶ法律入門講座というですねガイダンス、オリエンテーションですかオリエンテーション的なものも中に入っていたりはします。ですので初めて学ぶ法律入門講座でまずは法律の体系を学びそしてメインになってくるのがこの合格講座といわれるものです。全全回回ののの講座とといいいうことにななっていますすででで、まあ、時間35分ぐらいなんですけどねその授業が全部で64 回全科目について登場するというそういう話になっておりますまああのいろいろと受けやすく特にウェブなどで受けやすいそういうようなスタイルをいろいろ工夫して入れております、えー、収録講師に関しては私が全科目担当しているというコースとそれから科目によって先生が変わるというコースがあります、まあ、講師フレックス制というものをとっています まあ、ウェブで申し込まれて受ける場合はそれ全部見ることができますので、まあ、ご自分の相性の合う先生を選んで、まあ、それが私だったらね嬉しいけど、まあ、そうじゃない場合もあると思うから、まあ、そこは遠慮なしにえ違う先生の授業を受けてくださいそして、えー、何が大事って皆さんが合格することが大事ですからあの出発点としてこの合格講座のところで学ぶ知識の8割をしっかり身につけるという意識を持てばそれで合格ラインは十分超えます。 そのくらい密度の濃い授業を提供していくということだと思ってくださいまあ、その他その復習としてですね科目別等連なんて言われる等連これは問題演習講座ですねそれが各科目ごとについていたりそれから先ほど紹介した 記述に対応する講座、記述基礎力養成講座や文章理解、一般知識の中に3問出ると言いました、やはりそこをしっかり点取れるようにしてほしいので、その対策講座などもこのパーフェクトコースの中には入ってきます、そしてあとは公開模試とファイナル模試、やはり60問で3時間というのが行政書士試験です、それをしっかりシミュレーションしておくということはとても大事です。 だからそのための模擬試験を3回だいたいどこの予備校さんも1回しか模擬試験ないんですけどレックは3回です3回やることで徹底的な準備を皆さんにしていただくということなんですねやはりあの本試験の合格は準備が8割です本番2割です準備は8割なんです8割は準備で勝敗が決まりますその準備は私をはじめとしてレック側で十分お手伝いできます本番はね もう一人でその本試験で頑張ってもらうってことになるけれどそこで頑張れる2割の力を出せるための8割の準備っていうのがとても重要だとということなんですねだからそれを一緒にぜひやっていこうじゃないかももちろん行政書士試験はは独学でで合格はできますただこうやって、A、レックのようなですね受験予備校を利用していただくことで時短できるところは時短する。 そして何が大事で何が大事じゃないのかどこを重点的に勉強すればいいのかということをお伝えすることで効率よく勉強を進めていくことができる。 手探りでどうやったらいいんだろうっていろいろ自分で調べながら勉強していくっていうようなやり方にどうしても独学の方の場合はなりますけれどそこをレックに来ていただければその辺りは全て凝縮したノウハウとしてポンと提供するのでそれに乗っかって勉強していただければ一番最短距離で合格までいけるというところが一番のメリットなんでしょうね。ですから是非そのメリットを最大限生かす形でですねレックを使い倒して えー、そして行政書士試験合格していただいてでその次の夢に向かっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということで今回は、まあ、初めて学ぶ行政書士というので、まあ、行政書士のいろは ABC I U ウアイウとはあんまり言わないかあ ABC イロハというような本当に導入のところで、えー、どんな資格なのかなどんな試験なのかなそしてレックではどんな講座を用意しているのかなというお話をさせていただきましたはい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございますぜひ、えー、レックで一緒に合格を目指していけたらなと思っていますご検討いただければということで最後まで、えー、見ていただきましてありがとうございましたお疲れ様でした